みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はね、ウームからもらったプレゼントを開けていきたいと思います。いやー、ですね、私の誕生日が4月21日なんですけど、今年はね、平日だったんで学校に行ってきたんです。で、帰ってきたらプレゼントがあったんで、狙ってたんじゃないかな。狙ってたんじゃないかなと思います。はい、ね。プレゼントが届きましたので、開けていきたいと思います。お手紙もいただきましたね。ありがとうございます。じゃあ早速開けていきたいと思います。やばいね、2個もあるってすごくない？楽しみですね。まずもうちっちゃいのからいきますよ。大きいのからいきます、うん、じゃあちっちゃいのからいく。ちっちゃいのからいこうか、うん、はい。なんだろう、なんだろうね、うん、いきます。なに、まずハンドクリアジェル。すごい、しーちゃん好きそう。かわいい、ピンクだ、かわいい。好きだよね、こういうのね。ジェルかわいいよね、好きなの、ジェル最近。好きだよね、よかったね。あともう一個あって、もう一個が、おおすごい、まる、なに、バスボール。バスボールだ。へえー、このおしゃれ、オレンジっぽいのと白の。へえー、かわいい。今日入れよっか、ね、モンスターボールだね。ポケモンゲットですよ。え、かわいいです。ありがとうございます。おぉ、いいね。こんな感じの2つをいただきました。はい。かわいい。あとなんかね、これなんかすごい点々が。ね、なんか入ってんのかな、粒みたいな。入ってるよね、粒が。かわいい、これ。ありがとうございます。次、こちら行きたいと思います。はい。なんだろうね。楽しみすぎる。素材がなんか柔らかい感じだったけど、ね、私こういうの本当苦手、ごめんなさい。あ、袋ね。ビリビリいきます。はい。なにこれ。すごい、すごい、すごい、すごい。ポーチ、ポーチかな、ポーチがなんかちっちゃい、中にちっちゃいポーチとかが入ってる、ね、すごい、すごい、ありがとうございます。じゃちょっと開けて中見てみる、うん、中になんか、おーすごい、中に入ってるんだ、かわいい、かわいい。赤いポーチと、あ、まずちょっとね、こういう感じのねポーチに、うん、まずこの赤と銀が入っておりまして、うん、で下にね、あ、すごい真っ白だ、かわいい、下に真っ白のポーチが、かわいい、ありがとうございます。開けてみる、そのポーチ。お化粧ポーチかな、多分そんな感じ。まあ何でもいいんだろうけどね、入れられるもの。普段ね、あ、普通だ、普通のね、こんな感じ。かわいい、ありがとうございます。すごい、好きそう、しーちゃん。そう、うん、私ポーチも好きなんだよね。その銀の、なんかこれからの季節に可愛くない？銀可愛いね。可愛いよね、なんかね、おしゃれな、形が可愛い、このね、質感もすごいおしゃれで可愛いです。すごい、赤、可愛い、可愛くない？可愛い、超可愛いんだけど、可愛いです、ありがとうございます。びっくりしたね、まさかこういう感じだとは思わなかった。ね、こういう感じだと思わなかった。ありがとうございます、ね、部屋に飾っても可愛いかも。ね、ね、マジで。はい、はい、はい、こんな感じで取っ手がついてる、持てる感じになってます、うんうん、はい、可愛いです。はい、ということで今回はね、ウームさんからもらった誕生日プレゼントを開けてみました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。12歳も頑張りますのでよろしくお願いします。お願いします。ということで、それでは、バイバーイ。